やめよ。加藤の嫁さんいいね。あ、あとございます。いやいや、あのさ、たけしさんがほら、あの、あ、家行った時、あの、癖焼いて、癖焼いて、あの、ガン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 、釘打って、釘打って、つって、一番最後に、これどうすんだよって言った時に、いや、これは記念にこのままにしときますって、あれで全部すくっちゃうよな。いい、いい一言ですよね。あれはできた神さんだな、佐藤の神さん。できたというか、ああいうタイプなんですよ、もう。全然、天然です。ああ、もうね、俺は見てね、びっくりした。あ、そうですか。あれは片岡飛鳥が言わせたのかと思ったあれ全部さ、丸く収まっちゃう。収まっちゃう。たけしさんがわーとかギャーとかやって、じゃあちょっとやりすぎじゃねえのぐらいな、はい、今視聴者言ったりするじゃん。うんうん、でもあれで加藤の奥さんが一言言っただけで、全部ちゃんちゃんになっちゃうじゃん。うんうんうん、いや、できたか。完璧です。でも好きなんです。たけしさん好きなんです。あ、そう。たけしさんの映画とか全部見てますし、あ、そう。大好きなんですよ。だから、あの、釘打った後、収録全部終わった後に、もうこっそり俺の耳元で、あの、釘の下にたけしさんにサインもらえるかなって言うんですよ。竹さんに頼みに行って、釘打った釘のところの下に竹さんにサインしてもらえますかってサインしてもらったの。でそれを残したいんです。好きなんですよ。あれ嬉しくてしょうがない。点じゃない、120点だよな。あのコメント最高なの。あれ出ないもん、ね、いい奥さんって感じがする。嬉しくてしょうがない。もうああいう神さんだよ。いや、はい、いやそんな人を探してたら一緒できない。嫁が香りじゃなくて沙織だ